月金を引く、娘月金は、中国発祥の伝統楽器、朝鮮、ベトナム、台湾、日本などにも伝えられて、使用された。竜都族の発言楽器で満月のような円形の、共鳴堂に短い首を持つ。弦数は、時代や国によって違うが、大抵2から4弦で、4弦なら、復元を2コースずつ貼る。弦は、昔は絹糸であったのだが後に針金を張ったものも、 多く、現在は、ナイロンコウイトが主流。調律についても、時代や国によりまちまちである。10品から24品の品に弦を、親指以外の指先で押さえつけて、断片で弦を引いて、音を出す。共鳴孔はない。演奏時は椅子に座りながら、月琴を、もの上に置き胴を、自分の体から少し離して弾く。胴内に不安定な金具が仕込んであり。 それをふったり叩いて音を鳴らす鳴り戸と呼ばれる機構を備えたものもある。月金を引く女性起源は厳味な美な琵琶や弦と呼ばれるものであるとされているがよくわかっていない。少数民族の遺族が持つ銅が六角形の六角銅月金や首の長い長竿型月金もある。月金は日本の民進略でも使われるが民学の月金が竿の長い。 厳密のであるのに対して、神学の月金は銅の丸い円形銅月金であり、両者は全く別の楽器である。民学は神学に押されて早くに衰退したこともあり、日本で単に月金といえば、神学で使う月金を指すと、神学の月金の形状の際については、神学のページの民心楽器の図を参照のこと。 月金俗曲妻夫の余興1886年間より、新学の月金は長崎経由で中国から輸入されたが、ほどなく日本国内でも模倣制作され、新学以外の俗曲の演奏にも用いられるようになった。江戸時代から幕末、明治期にかけて大いに流行し、演歌詞や崩壊や、さらには後世等にも演奏された。良太郎の歴史小説。 龍馬が行くの中で、坂本龍馬の妻、お竜がつまびく描写がある。しかし日清戦争時に適正楽器とされてからは廃れた。この頃の描写は、長谷川しぐれの旧文日本橋勝川花菊の一生や、萩原作太郎の日清戦争異文等に詳しい、横溝正子の推理小説女王鉢にも登場している。 20世紀後半になって、漫画雑誌、月刊アフタヌーに連載されていた足名や人氏の横浜海出し機構で調査大型月金が紹介され、主人公の初、セノアルファが弾いていたことで、青年層に知られ始め、密かなブームを生んだが、民学、神学の正当的な担い手と、音は失われつつある。長原馬縁、月金俗曲今用手引き層明治22年により、 神学の月金のチューニングを説明するための総図。要はレガックフより、高弱プでドレミファの音階を示している。神学の月金の二面図。1894年間、民神学のしおりより、月金の調律はいろいろある。ここでは、神学の月金を例にとる。基本は、西洋のマンドリンや中国のニコなどと同様の五度調弦である。四本弦のうち、 低音の2本は同じ D に、高音の2本は同じ A に揃える。これは西洋音楽の2調、中国民間音楽の小区調、日本画学の一越調に相当する。DA、e、以外にも CG や EB、その他の音高に調弦する場合もあるが、基本は弧度調弦である。DA 調弦の場合の月金の音高は以下のようになる。低音の2本は、 開放弦は上で D 第1フレットは差しで E 第2フレットはこうで回第3フレットはボンで G と G の中間西洋音階のファなら G だが東洋の伝統音楽のボンの音高は近代以前は西洋音階のファとファの中間くらいの高さであった現代の月金ではフレットの位置を修正してボンを西洋音階のファと 同音とすることが多い。高音の2本は、開放弦は合わせ、6で、A、第1フレットは4、5で B、第2フレットは、オツで C と C の中間くらいの高さであった。西洋音階の死なら C だが、東洋の伝統音楽のオツの音高は、近代以前は、西洋音階のシとシの中間くらいの高さであった。現代の月勤では、フレットの位置を修正して、オツを、 西洋音階の詩と同音とすることが多い。現在の日本で流通している月金には骨董品である新学の月金と新品として中華人民共和国から輸入した現行の月金の2種類がある。両者は名称こそ同じでも楽器の材質や形状、フレットの位置、弦の張り方等が違っており、事実上別種の楽器である。両者の音色も例えて言えば、 マンドリンとウクレレほども違う。現在の中国製の月金は中華人民共和国の音楽改革の改良を経ている。胴体は深淵でスチール線にナイロンを巻いたナイロンスチール弦の単弦を参考すばり、フレットは半音もカバーする。胴内に響き線を入れない。また音量を確保するため弦の張力は強く、それに耐えるように竿や楽器も 頑丈に作られている。これに対して、神学の月金は、胴体は深淵に近いライン型で、絹弦の復元を2個をすり、胴内に金属製の響き線が入っているのが普通である。音量は繊細で小さく、楽器の作りも華奢である。神学の月金に、現代中国の月金用の弦をそのまま貼ると楽器を破損することもあるので、注意を要する。 ありがとうございます。